今回のね、ビデオは生きたアジを3匹購入してきました。それがこちら。確実に一番上死んでるね。あ、でも真ん中が生きてる。一番下は分かんないので、とりあえずこのアジ3匹で3種類の料理を作っていきたいと思います。やっぱり夏だとダメなのかな。とりあえずこの一番上、もう死後硬直が始まっちゃってる。一番下、微妙なんだよな、分かんないんだよね。弱ったら弱ってるのか。真ん中、これは生きてる、確実に生きてる。これはとりあえずこいつは刺身用で、とりあえず血抜きから始める。血抜き&締め。アジの締め方、多分サバと同じかな。ゴキって首を折る。もうこの状態で死んでるからね、これよくねえよ。待って、もしかして俺が3枚におろしたところ取れてない？マジかー。取れてないからわかんないけども、取れてたらラッキー、取れてなかったら無視。マジか、3枚におろしちゃった味。こんな感じですね。まあアジはね、アジは基本そんなに苦戦しない。アジはそしたら腹骨と血合いの骨を取る。一応ね、もうとりあえずさっきの過程までやっちゃって、2匹目の頭と内臓を取って、塩焼き用にするから、今度はね、ちょっと硬い真ん中の部分と鱗を取る。アジはここは超硬いからね。これほらよくスーパーで見かけるやつね。塩焼きってなんかこう味が染み込むようにこんなバツ印になるやつよね。やっちゃおうかな。あ、鱗だ、鱗。なんかそれっぽくやってみた。それでは皆さん、お待たせしました。フライパンに火をつける。作業始まった。うちはグリルがないから、ね、これが一番いいです。あ、やべ、来ました。刺身と塩焼き、ウマヅラハギといい、アジといい、今日は災難続きだよ。お刺身からいただきます。やっぱうまいな、塩焼き。うまい。あれ、アジってこんなに身が引き締まってたっけ。また勝手な俺のイメージだけどね。すごくね、美味しいんだけども、なんか俺は3匹とも元気よく締めたかった。でも美味しいね、味は。次はね、サバをさばきたい。いろんなものをやっぱさばきたい。それがね、キングオブキッチンだから。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。